はい、ご苦労様です。今日は午前中教育再生実行会議が開催され、いじめの問題等に関する対応についてという第一次提言がなされました。冒頭私からこのことについてご説明を申し上げたいと思います。総理に直接座長からお渡しになり、これを受けて安倍総理からは道徳教育の抜本的充実、強化化の検討、いじめに向き合う体制の整備、体罰禁止の徹底と部活動指導ガイドラインの策定といった課題に対し、スピード感を持って提言の実行に取り組むよう私に対して指示がございました。私から総理からの指示を受け、道徳教育については抜本的な充実のため、心のノートを授業で一層活用しやすいものに全面改定をすること、また教員の指導力向上など速やかに取り組むこと、これらの成果も踏まえつつ学習指導要領改定に向け道徳の強化化の具体的な在り方を検討していくこと、またいじめに向き合う体制の整備や適切な対応についての項目については関係閣僚とも連携しながら着実な実行に向けて取り組むこと、特にいじめ対策の法制化について国会における検討にこの提言が生かされるよう与党議会との連携を深めること、また体罰の問題については懲戒と体罰の区別について現場の教員が理解しやすい丁寧な説明を行うこと、部活動指導のガイドラインの策定を早急に行うことなどについて発言をいたしました。今後文部科学大臣兼教育再生担当大臣として会議の提言の速やかな実行に全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。以上、冒頭は私から以上です。管理者から2つ質問させていただきます。一点は教育再生実行会議 の提言で体罰に絡んでですね、国は部活動指導のガイドラインを設置、それから懲戒と体罰の区別を明確化する方向を考えていますが、それについては、ね、外部識者会議に外部識者の方向を交えたような形で検討していくのか、将来で議論するのか、それからいつ頃までの打ち出すのか、そのスケジュール感ですね。はい、部活動指導のガイドラインについては、3月上旬に有識者会議を設置し、運動部における許されない指導についての一定の考え方や指導力向上のために必要な研修内容等のガイドラインをできるだけ速やかに策定し学校現場への周知を図ることを考えて準備をしています。それから体罰と懲戒のですね、明確な学校現場に対する対応について、これは省内ですね、今準備をしておりまして、これも3月中までには明確にしたいというふうに考えております。もう一点、提言の中身なんですけども、いじめ問題について適切に取り組む教員のプラス評価ですとか、学校と警察の連携、あるいは出席提出権の活用、そういったことは、すでにこれまでに文科省が打ち出している方針の中に入っています。そういう意味では、ある程度の危機感があるものもあるんですが、それについてのことを言うと、要は実行に移していくことが大事かと思うんですが、その実行に移していく中での被害の多くを比較しました。そういうことだと思うんですね。つまり既視感とおっしゃいましたけどね、実際に6年前の教育再生会議でもいじめ対策については提言がされたわけですけども、なかなかそれがですね、実行に移せないところがやっぱ結構あったというふうに思うんですね。で、どこで議論してもですね、大体同じようなことが出てくるというのは、つまりそれがきちっとですね、実行されてなかったと、いうことだと思いますので、今回の教育再生実行会議の提言を受けてですね、それぞれのことについて着実にそれが実行できるような
現場に対する、指導とともに支援協力をしていく必要があるというふうに思います。ありがとうございました。各社さんどうぞ。はい、共同通信の前田です。はい、道徳の教科化に関してなんですけれども、次の学習指導要領の改定を待つと、6年7年からの設置になるかと思うんですけれども、それを前倒しでやっていこうという考えがおありになるんでしょうか。今回の補正予算で、心ノートをですね、全ての生徒に配布するような予算を組みました。しかしこれから印刷作業にかかるわけですけど、実際に配布されるのはおそらく7月ぐらいになってしまうと思うんですね。それをまずは子どもたちに活用してもらうという中でですね、心のノートの全面改訂をしていきたいと思います。で、心ノートの全面改訂をするための、有識者会議を早急に立ち上げてですね、来年の新学期からは心ノート全面改訂版をですね、活用できるようにしていきたいと思いますし、この有識者会議の中では、心ノートの全面改訂ですから部分的に内容を変えるということだけでなくて、そもそも心ノートのその教材としてのあり方も含めてですね、議論してもらう、この有識者会議ですね。それから道徳教育をする、教員に対するですね、研修やフォローアップも含めた議論もこの有識者会議で、してもらおうと思っておりますので、当然その中で、学習資料の改訂についてはですね、いつすべきか、前倒しのことも含めて、ここで議論が出てくるかと思いますので、まず有識者会議の方々にトータル的な道徳の強化化にも踏み込むような形で心ノートの全面改訂ということをメインにですね、議論していただく中で決めていきたいと思っています。はい、日本テレビの森でございます。ちょっと格論的な話です。総論的な話なんですが、今回の提言について、大臣、その、出来であるとか中身であるとか全体はどのように評価のほうがいいでしょうか。まず一つはですね、やっぱスピード感っていうのが必要だというふうに思うんですね。いじめ問題ですから、もう100人が100人ですね、それぞれいろんな意見を持っておられるわけです。それを議論をしていったらですね、時間がいくらあっても足らないというふうに思うんですね。ただ今回は、今まで の教育再生会議等と異なるのはですね、この提言を一つのきっかけにしてですね、これはぜひ国会における法制化に資するような準備をしていくと、いう中で議論していただいたということもありますので、スピード感の中でですね、特に委員の方々が土日も返上してですね、それから自ら大津市やですね、あるいは大阪市に出向いて関係の人たちから意見を聞いたという方も結構おられるようでありますし、水面下で相当この委員の方々がですね、努力をしていただいたというのを私も後で聞きまして、大変ありがたいことでありますし、その中で第一提言はですね、そういう今後に方向性を向けたですね、提言がきちんとできたのではないかというふうに感謝申し上げたいと思います。はい、東京新聞加藤です。自分だって道徳の教科化とは何かっていう点を大臣にぜひご説明いただきたいんですけれども、それは成績評価だったり教員免許だったり教科書をどうするかっていうことと踏まえて、前回の経験はそれが実現できていないわけですよね。それを今回はどうやったら実現できるのかっていう観点も含めて大臣のお考えをお聞かせ願いたいんですけども、強化化ということについてですね、何をもってこの基準がクリアしたら強化と、いう議論が実際教育再生実行会議でも議論されたわけではありません。ただ強化化といってのはですね、実際例えば今の道徳という授業はありますが、そこにその教材もないわけですね。心ノートが教材的に使われていた部分がありましたが、実際はこれはもうダウンロードしなければですね、先生が活用できないということでですね、
まあ、本当に使われてたかどうかというのは実態的にはですね、よく見えない部分があります。まあ、それ以外に都道府県の教育委員会等が努力をされて、副読本をですね自ら使っているという部分がありましたが、まあ、これをですね一つの共通、どこに行っても副読本は副読本で、まあ、ぜひ今まで通り活用していただきたいと思いますけれども、まあ、国としてもですねどこでも使えるような、まあ、教材を作ると、まあ、それが教科化ということだというふうに思います。ですから、まあ、他の教科のようにですねこれを作ることによって、まあ、教科化ということになることによって、まあ、例えば試験をしてですね学校の通知表と同じような基準を作るとか、そういう評価基準を作って評価判断するとか、まあ、いうようなことは教育再生会議の中でも議論されていませんし、まあ、我々も今そういうことは念頭にありません。ですから既存の教科と同じようなですね形での評価すると、まあ、いうことはやはり馴染まないだろうと思っておりますが、まあ、できるだけ子どもたちにですね規範意識、それから人が人として生きるための社会のルールとかマナーとかですね、まあ、人が人として知っておくべきこと、そして人間は社会的動物ですから一人で生きているわけではありませんので、みんなで力を合わせて生きていくということについてはですねどんなことが必要なのか、まあ、それが広い意味で特育でもあるというふうに思いますが、まあ、そういうですねある意味で社会常識として人として知っておくべきこと、これは国境を越えて国民族関係なく、あるいは歴史関係なくですね人が人として社会で生きていく上で知っておくべきこと、まあ、こういうことをきちっとですね教えることが必要だと思いますし、まあ、それを道徳というふうに位置づけて、でそのための一つ の参考教材としてのものを用意する必要があるのではないか、まあ、それが道徳の教科化という表現を有識者の方々もされているのではないかというふうに思います。はい、読売新聞の中です。今の東京新聞さんの質問に関係するんですが、今大臣がおっしゃったようなことが、つまりその新しい枠組みでの道徳の強化か、新しい枠組みでのという言葉にはそういうことをと理解してよろしいでしょうか。まあ、これもですね今度このための心ノート全面改定をするための、まあ、とりあえず今文科省 その道徳における教材というのは心ノートしかないわけですね。ですから何もない中で議論するというには今使われている心ノートを全面改定するという中でですね有識者の方々に議論をしていただきたいと思っておりますので、その中で今のようなことも含めてですね柔軟な発想で議論していく中で方向性を決めていきたいというふうに思っております。はい、共同通信の議論をしておりますけど、今のお話の関連なんですけれども、そうすると心のノートの位置づけというか、まあ、今は、まあ、ある種使っても使わなくてもいい副教材だと思うんですけれども、そういったところについても議論をするのかということと、それとその宗教心への質問というのは、その有識者会議の後ということになるんでしょうか。そうですね、有識者会議で一定の議論をしていく中でですね、先ほどご質問にあった学習指導要領を例えば前倒しをする必要があるんじゃないかと、で具体的に道徳の教科化の中でですね、もっと具体的なこの有識者会議の中で提言が出てきて、まあ、それに関連して中教審で諮問をしなければいけない部分というのが出てきたとしたら、それは中教審にですね早めに諮問するとまあいうことが出てくると思います。では後ろ、はい。NHK 宮本です。2つ有識者会議について伺いたいんですが、まずその心のノートを改定するための有識者会議ですが、これはその、改定にあたってその道徳の強化化っていうところを含めて広く議論する、そういう有識者会議というふうに捉えていいのかというそういうことです。はい、このノートの改善を含めて強化化に向けた、まあ、はい、教えていく、はい、もう一回部活動の、ガイドラインについては、この3月4日に立ち上げて、いつ頃にその、まあ、できるだけ早くというふうにおっしゃいましたけれども、例えば年度が変わるまでに
なのか、ちょっと3月ですから、もしかしたら、どういうスケジュール感を持ってらっしゃるというのがありますか。これは有識者会議でですね、議論していただくということで、まあ、お尻を限定しているわけではありませんので、まあ、いつまでということはですね、ここでまだ始まってませんから、明確にですね、有識者会議の縛ることはちょっと発言はできませんが、しかしできるだけ早くですね、できるだけ早く学校現場において、今のその体罰にも関係することでありますから、ガイドラインというのを早めにやっぱり作ってもらう必要があると思いますので、まあ、ぜひ急いでいただきたいと思ってます。はい、朝日新聞の花田です。ここのノートの充実させた後の使われ方なんですが、普通の教科書は各出版社が作り、それを検定した後に学校を選べるのが今大臣おっしゃったような形だと、ここのノートの国が作った、まあ一種類が加えられる形になりますが、そういう形について大臣にもそれで偏ったりですね、そういった懸念が心配されるときに、それについても伺いたい。まあ、別に国定教科書を作ろうと言ってるわけではありません。で、心ノートそのものもですね、なんか国としての特定のですね、なんか特目、国民に課するようなものがあるわけではないと思うんですね。ご覧になったことあると思いますけど、ただ心ノートっていうのは個人のですね、自由記述が多いので、まあ、それはそれで生かしながらですね、もっと人が人として生きる規範的な参考になりそうなものも例えば文章として入れるべきではないかというのが、まあ、一部教育再生実行会議の委員の中のメンバーの中にも発言としてもありましたが、まあ、それは今後有識者会議の中で議論していただきたいと思ってますが、その目指すべき方向は国定教科書を作るとか、まあ、そういうことではありません。あれなんですけども、専任の教員の教科という違うことがありますか。教育が評価されるそれもその有識者会議の中で教員要請も含めてですね、議論していただきたいと思っています。はい、はい、じゃあどうぞ。北海道新聞の磯川といいます。今の関連でそのいじめ対策としてその道徳の強化化ということが、まあ、今回提言されたわけなんですが、そしてですね、その現在そのいじめが深刻化しているこの現状というのは、ある意味道徳教育が足りないとか、その子どもたちの批判意識が足りないということが一因というふうに大臣のお考えになっているんですか。いや、そのいじめはいろんな要因がありますから、その道徳強化化してですね、解決できるというですね、単純な構造ではないと思うんですね。ただあらゆる手立てを講じてやるということの一つの中に、やはり人が社会の中で生きるですね、人間関係、コミュニケーションなり一定の知識と能力がやっぱり必要だというふうに思います。それをきちっと子どもたちに教えるということは、いじめだけでなくですね、まあ、社会の中でよりよく生きていくためのある意味では、まあ、基本的な人としてのこう道といいますかね、常識として、備えるべきものであると、まあ、いうことで、別にいじめに特化しているわけではありませんが、しかしいじめを解消するための一つの手段としても必要ではないかということだと思います。いいですか。はい、ご苦労様でした。